どうもこんにちは、タカポンです。今日はですね、こちらのクルーザーのラジコンご紹介したいと思います。まあ、タカポンが買ったわけじゃないんですけれども、依頼主の人、ラジコンボートを買ったはいいがセッティングの方法がわからないということでのタカポンへのセッティング依頼です。タカポンに依頼すると YouTube のネタになりますよと言ったんですが、それは OK ということでしたので、この珍しいゴージャスなラジコン線を今回は皆様へご紹介してみたいと思います。ドイツグラウプナー製のラグジーヨット72フィートなんですけれども、もう半完成の状態で届きます。作り込みもいいところまで作ってあると思いますよ。チークデッキも貼ってありますし、ここまで作ってあったら十分じゃないかなと思えるぐらいの仕上がりです。かっこいいですね。模型製作で一番面倒になってくるラダーとプロペラシャフト、この辺も完成した状態で届きます。それでは中を覗いてみましょう。オープン。送られてきた状態でここまで作り込まれています。ラダーとサーボのリンケージも終わり、モーターも組み込まれた状態です。バッテリーはついていません。この一番めんどくさいこの辺の作業が終わった状態で届くというのは嬉しいですが、お値段もお高いです。ズバリ13万超え。ただですね、まあ一番面倒なところを作り込まれてある状態で、ここまで綺麗な状態で仕上がっていて、お値段相応か、そうだな、ラジコンボートの作り手としてはお安いぐらいなんじゃないかなというのが率直な感想です。これ全長ちなみに約1メートルです。一番分かりやすいのがこれですよね。大きさを示す上で一番分かりやすいのがこれ。まあこんな感じですね。あ、写真で見るのと実物と、まあ実物の方が少し大きく見えるかな。いやー、いいと思います。実物でこんな船欲しいところですけど、まあこれはこう本当アラブの石油王レベルの船だと思いますよ。ではですね、これ今日はセッティングをして明日走らせるところまでを動画にしてみたいと思ってます。買った時の船以外に必要なもの、送信機と受信機とモーターアンプとバッテリー、これだけあれば走らせられます。船の方なんですけど、よくあるこのタイプのコネクター、これはもう少し信頼性の高いバナナコネクターと呼ばれているものに交換します。通称バナナコネクター、こちらです。かなりタイトに締まるので信頼性が高いです。こちらのハンダ付けを今からしてみたいと思います。はい、まずは母材をしっかり温めます。ここに穴が開いているので、ここからハンダを流し込む形になります。ハンダ付けで重要なのはきちんとフラックスを塗ることですね。仕上げは収縮チューブ。これに先ほどの受信機をアンプをつけて、バッテリーをつけて、右左になってるのかな。おはよう。おはよう。右、左、これはリバースですね。
はい、あとはもろもろのパーツを両面テープで固定しました。はい、これで準備完了。どうやって助けるとあれ。絶対簡単。運で調子に乗って。これで取りに行くしかない。これで取りに行くしかないのか。何か動きがおかしいと思ったらペラが1個取れてます。あかんでしょうこれ。あーよかった、よかった、救助できたよさあ帰ってきた。はい、なんか怪しい、かぶせるだけのキャビンだと思ってたらやっぱり外れてしまうんですね。そしてペラがこう外れるという。何このペラ、ペラ浮いてないのかね。今日はこれでおしまいな。世の中の大概のことはガムテープで挟まりつくっていう実証ができましたね。今日はここまでです。
いい映像を撮れませんでした。気持ちよく走ってる映像が撮れませんでした。